もしもし、ホムラか。ねえ、サクラさん。あなた、魔女のことは覚えてる。そいつも何か？本当なら覚えてなきゃおかしい事柄なのか？いいえ、知らなくて正解よ。おい、こら！からかってるんじゃねえぞ！じゃあ、カナメマドカ。はぁ？彼女のこと、覚えてる。当たり前だろ。何よ。おい、まさか。ええ、あなたが彼女のことを知ってるはずがない。その記憶は偽物よ。悪い冗談としか思えねえ。本当にこんな簡単なこと、少し考えれば分かったはずなのに。マドカがいる世界を捏造できるとしたら、それはマドカのことを知っている者だけ。これで分かったわ。私たち全員の記憶を書き換え、偽りの御嶽原に閉じ込めた張本人が誰なのか。おい、ホムラ、大丈夫か？今どこにいるんだ？最後に一つだけ確認したいことがあるの。それで全てに決着をつけるわ。あなたの手は煩わせない。おい、巻き込んでしまってごめんなさい。ソウルジェムを手放しても私の体が動くとしたら、せいぜい100メートルが限度のはず。